今回は大阪からサンフラワーくれないで別府までやってきておりますが、宿泊地であります亀川温泉郷、その最寄りの亀川駅に来ています。別府八湯とはこれ総称でございまして、この地図に書いてある通り別府には8つの有名な温泉郷があります。温泉の湧出量日本一の別府ではこのように様々な温泉地がありますが、特に有名なのがこの別府八湯、そのうちの亀川温泉郷に今回は宿泊します。亀の井バスが亀川駅までやってきております。別府観光の発展に最も貢献した交通です。亀川駅まではね、鉄道ルートとそれからバス路線ルートどちらも充実しておりまして、そこから明山温泉とかね、また地獄巡り行くのにも便利な駅となっております。一部特急列車もまあ通過すると2時間に1本程度割とね止まるんですね。ソニック号が止まってくれます。まあ感覚で言うと琵琶湖線の新快速の停車駅みたいな感じですね。私がよく利用していた能登川駅、そんな感じの雰囲気があります。亀川は島ホームとそれから1番線の、片側ホームがあるということで、まあ、本数も結構多いし、亀川止まりがね次来るんでそういう列車もあります。別府、大分方面から来たやつか、もっとその先の日豊本線ずっと延岡とかから来たやつが亀川止まりになると。なので折り返し設備のためにこう中線の島ホームがあるということですね。別府大学、今日はねセンター試験じゃないか、今は大学、入試共通テスト、それの第1日目ということで別府大学駅からの高校生のね、利用客が目立ったように思いました。皆様、大学入試共通テストお疲れ様でございます。名所案内見てみましょう。ここから行ける名所、別府駅のアクセスとそう変わりません。書いてあるものがね、亀川温泉はもうこの辺りということになっております。別府八湯の一つ、柴関温泉も別府八湯の一つ、山の上に見えております。ここからも見えるのかな、だいたいあの辺柴関温泉でございます。神縄か、もう毎回読み間違えてしまうけど、こうバカさがバレてしまうというところで、神縄温泉と書いてございます。そして明山温泉もまあここから行ける、血の池地獄もね行けますね。血の池地獄の乗り場から別府駅、方面のバスね乗ればこの亀川駅を経由していくということになります。亀川駅からのバス乗った方がね、むしろこういう血の池地獄とか明山温泉には行きやすいということなんで、私も宿にチェックインしてからまた行くという決まれば行くかもしれません。すぐ行けますんでね。1番線に来れば改札口があるのかなと思ったら、これあれか、京城駅舎か。でコインランドリーもあって、あそこのファミリーマートのところに亀川駅があって、本当にすぐじゃないか。でコインランドリーもこうやって併設してくれてるならすぐに洗濯できるしいいな。ちなみにここの 宿はですね、完全無人の宿となっております。なんて言ったかちょっと名前忘れたけど、大元となっている管理会社があって、いくつかの温泉施設を有していてね、どうやってチェックインするかっていうと、無人のところに発見機、チェックイン機があるので、そこでスマートチェックインという方式でやられているようでございます。この方式で利用するのは私2回目でございましてね、高松で瀬戸内旅館さんというところがそうだったんですけど、それ大変快適なんでね、そうしますと全く自分の自由な時間帯に入りますから、結構ね勝手がいいんですよ。ここはね見た目もいいしね、今日はちょっと繁忙期だから結構お値段しますね。やっぱり4000円のなんか出前の寿司をつけてくれるっていうんで、それもちょっと頼んでみようかなと思って頼んだんで、1泊2万2000円ぐらいはかかっております。受付はコインランドリーのこの横のこっちか。ここ何がすごいかっていうのはね、後でお見せしますけど、ここに書いてる通りでございます。これあれですね、もう完全にスマートチェックインで発見機すらないんだ。メールで部屋の番号と部屋のナンバーだけ送ってくれておりまして、それをもう部屋のとこに行って打ち込めば入れると。あ、そういうセルフチェックインもあるんだ、それ知らなかったな。めちゃくちゃスマートじゃないですか。とりあえず部屋の番号は203ということなんで203まで行きましょう。あーちょっとね、ソニックが通過するからソニックの通過シーンも撮りたいんだよな。どうしよう、日豊本線の横だから撮れないこともなさそうだけど、
それでは改めて、203だったかな、こっちか、こういうねアパートタイプの場所になってるってことで、そこのね、101102、これ、いや100番台か、じゃあ202はもっと違う場所か、確かヒノキ風呂がね内風呂についてるのと岩風呂が内風呂についてるのでね分かれてるんで、2種類あるってことは、じゃあ100番台がヒノキ風呂で、私が予約したのは石風呂だったんで、本当はヒノキ風呂が良かったけど、西風呂はこっちってことか、やっぱそうだ、ここね3室しかないし、まあ、全部独立してそうだから、まあ、ここはこれでいいわ、まあ、こんな感じでね、ここで多分ね暗証ロックをさっきメールで届いてるやつ打ち込めばいいんだと思います。お、すごい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 、おお、なんて近未来的なんだ、こうウェイクアップを押すんじゃなくて、こう真ん中を押せばよかったのか、そういうことだ、こんな謎の点滅はいらなかったんだ、よしよしよし、開いたぞ、これで開いたからこうやって引けばいいのか、おお、おお、これはすごい、よいしょっと、あ、本当にアパートタイプだ、へえ、あ、すごいすごいすごい、こういう感じか、確かにアパートタイプっていうよりか、まあ、見た目はアパートタイプだけど、部屋の中の天井なんだこれ、高すぎるな、すごい、窓は一応隣に建物があるからそんなに眺望は期待できないか、あ、日の光が入ってこないな、あそこがちょっとあれか、日の光入ってくるといいんだけど、構造上それは仕方ないか、そうだね、日の光が入ってこない、列車がそばに通ってるんでね、多分それの対策だと思うんですけど、でこれが、あ、自分で布団を敷くということですね、で、まあ、和風のねこういう座椅子があります、テレビがでかいな、薄型だし、ここはあのこういう和風の部屋なんですけど、あの Wi-Fi とかもしっかりしてて、一応ね最新の設備が整ってるという感じはします、冷蔵庫もなんか木目の化粧板が揃ってるし、お、水あるのか、このドレッサー風の楕円形の鏡も、あ、すごい高級そうだな、そしてここにねアイリス大山の、あ、ターンテーブル式の電子レンジがあって、弁当買ってこれば自分で食べられます、こんな宿泊施設ですからね、あの食べ物が出ないんで、自分で購入してくる人用の設備は充実してるという感じです、なんかエアコンもこれ勝手についたのか、ロックを施錠をロック解除してから勝手につくタイプなんですかね、へえ、それで、うん、でここね、お待ちかねのお風呂でございます、ここ温泉旅館ですからね、あんなアパートタイプでどこに温泉があるんだと、別館もなかったぞと、別館はないんですね、しかしここのヒノキの匂い、ああ、これ温泉旅館だという感じがします、亀川温泉のこの天然温泉、源泉が 100% かけ流されているということです、まず洗面台から紹介しましょうか、お、これはボディソープ普通のビオレだな、あ、そういうのでいいけど、いやー、そういうのがあって、ここにもこのアメニティはなんだ、いろいろ、あ、クレンジングオイルとかもありますね、そういうの充実してるんだ、でシェービングクリームある、ありがたい、こういうのがね、あとコップ全部あれだな、陶器だな、名産でしょうか、歯ブラシとかその一連のアメニティ揃っております、ドライヤーなんかいいやつだな、小泉のドライヤー、あとヘアアイロンまであるので、浴衣がありますね、でタオルもあるし、タオルもあるしっていうか、まあタオルあるでしょうけど、ここに浴衣があるのはね、あっちになんか部屋着があって、あれか、浴衣の上から着る厚着だ、へえ、そんなのもあるんだ、でこっちが家族風呂か、どうやって開けるのこれ、スライドしていいの、おお、おお、すごいすごい、これ独り占めできるっていうのがね、ここのホテルの売りですよ、いいな、電気つけるか、浴室の電気をつけるとこうなります、すごいすごい、でかい、あ、いいね、ここの景色がもうちょっと良ければよかったかもしれないけど、でもね、この岩風呂があるだけでよしとしよう、
すごい。 あとはね、あの湯を冷ます湯もみのあのやつがありますよ。これテレビか、なんだろう。ちょっと一回浴室入ってみよう。おお、すごいすごい。あーすごいすごい、こんな感じか。これテレビ見れんの、つけてみるか。浴室でテレビ見れんの、最高だな。いきなり進路の情報出てきて不吉なんだ、不吉ですけど、こんだけね自由に使えるんだったらもうね、これからちょっとせっかくだから日が明るいうちは明晩温泉にでも行こうかなと思ってるんですけど、ここでもう早速お湯張ってテレビ見ながらずっとダラダラするのいいな。もう明日8時7分の別府から九州横断特急2号乗りますからね、朝早く出発しなければならないし、その分をここで長く滞在させるっていうのがいいんじゃないでしょうか。もともとねその予定でしたから、どうしよっかな。でも明晩温泉にも行きたいし、せっかく来たんだからね。お湯を沸かすときはここからこうジャマジャマ出てきて、本当にかけ流していいんでしょうね。かけ流してちゃんと排水されるようになってたら最高だけど、まあ、ここに排水口あるんでかけ流しちゃおう。あ、これも揃ってるんだ。いやー、これ温泉一人で貸し切れるって最高。これを求めてたんですよ。亀川駅からすぐ近くだしね。で、全部で8室しかないから、埋まるときはもうすぐ埋まっちゃうんだよね多分。もう今繁忙期だし、こんな高くなってるし。ただ平日の料金見てみたら1万円来てたんでね、なんだこの差はって思っちゃったんですけど、あの出前のね夕食付きプランだと、これ夕食が出前で4000円というめちゃくちゃ豪華なやつ来るんで、寿司ですよ。ちなみに寿司来るんで、それを抜けば4000円分は安くなるって感じです。まあ、でもせっかくなんでその出前も頼んでみようっていうので、今回は2万円超えのプランにしてみたわけでございます。ちょっと一回どんな感じか流してみるか。はい、どっち回せばいいんだ、こうか。おお、すごいすごい、出た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 。わあすごいな、おお温泉で見た景色だ。硫黄の香りもちょっと漂ってくるかな。これ源泉かけ流しのはずだからな、温泉成分により足元が滑りやすくなってる。お、そんだけ泉質がいいっていうことだ、最高だ。ここにもね付着してるの絶対成分がこう豊富だから、いろんなとこにその過去の成分の付着物が見られるだけでもうここのね泉質は保証されたも同然です。あとそもそもの別府温泉は源泉が温度が高すぎるんで、これ源泉ですからね。で、冷ますときには、水道水を多分加水することになるんで、そうすると温泉成分が希釈されて薄まってしまいますから、できるだけそういうことはしたくないですね。だから、水で加水したくない人が、この源泉だけ溜めた後に冷ますために、この湯もみの、こう、冷ますやつを用意してくれてるんだと思います。いや、よく考えられてるよね。サービスが。こういう風に充実してるっていうのは素晴らしいことです。一流の温泉地となると、こういうことがあります。いやー、今夜が楽しみだな、風呂が。と、次は、ここはトイレか。トイレ、ちょっと若干これやっぱ汚くなっちゃうのかなと思ったけど、おー、自動だし、最新の設備じゃねえか。おー、ここにボタンもある、オシュレットある。なんだこれ、マッサージ?どういうこと?マッサージってなんだ?ん?まあいいや。これね、なんでも揃ってんな。トイレすごく綺麗だし、こあるんだよね、人感センサーだよね、多分ね。これあって。へぇ、これいいなぁ、この旅館。素晴らしい。この机もね、こんなに厚みのあるやつなのか。椅子。ここ、今私がいる、このね、宿のある亀川温泉ですけど、そこからね、バスに乗って十文字バル展望台とか、あと明晩温泉とか、バスでね、行くに、たやすいんですございますね。別府からこう行くのもまあたやすい。特急も別府まで行きますから、亀川にはなかなか停車しないけど、別府までは行きますので、別府は必ず停車しますんで、そこから拠点として、この明晩温泉とかに行くっていうのが、地獄巡りもね、それしかりですけど、実は亀川から行くの、行った方が、たやすかったりします。ですからね、亀川に泊まるソニックとか乗った時には、ぜひ亀川から行ってみるという手段も検討してみてもいかがでしょうか。まあ、とは言ってもね、別府の、町が栄えてますんで、一回別府に行く、それ自体もそれはね、観光になりますんで、まあ、どっちもどっちですけどね、
1回別府に行ったことがある方はまた2回目は亀川から行くとかいうのも検討してもいいかもしれません。ここね、大変地理的に便利なところでございます。あとあれだな、下駄があるな。これ使って外出てもいいのか。そんなにバスとか乗っちゃダメでしょうね、これでね。温泉地、いくら温泉地に行きたいからって言ってこれでバス乗っていくにはちょっと危なっかしいんでね。熱々の単純温泉、亀川温泉がどんどん溜まっていきます。いい香りだな、湯気が立ってるし。あそこのね、赤い札のとこに温泉って書いてるのがいいな。自宅だったら水とお湯だけど、ここはね、源泉から引っ張ってきてる温泉ですから、こう表記するのも当たり前な話でございます。その事実が、このワクワク感を勝ち立ててくれていいな。湯気が立ち上る上がね、この木の木、木の木か知らないけども、木があぶされて、そのあぶされた木の匂いがね、漂って、より温泉気分を味わわせてくれるんでございます。で、この僕の泊まっている、亀川温泉、ゆうゆうさんなんですけど、ニューグロリアホテルグループっていうところがね、まず大元で管轄していて、でこれだけの温泉施設を管理しているということです。その中でもね、内風呂がついてるのって完全に内風呂なんですよね。ここは全8室完全内風呂だから、ここだけなんか異色の存在って感じなんでしょうかね。平成23年か、まあ割と昔だけど、リニューアルもされてるということなんで。あとね、寿司の出前は部屋に入ってからでも頼めるらしいんですね。電話して黒木さんってところが出前してくれるんですけど、このね、私のプランについてくるやつってこの岩井膳ってやつだったはずなんですよね。4,000円じゃなくて3500円からか。いや、プランにしては4,000円として販売されていたということなんですけど、まあ、寿司がね、一応メインなんですけどね、いろいろ茶碗蒸しとか、こういうなんか牛肉が入った鍋とかついてくるんで、俺ちょっと食べたいなと思ってこのプランにしたんでした。これが出前で来るんですよね。こんな出前頼むの初めてだわ。なんかこのなんかあれか、箸も一応なんか2人部屋ということで用意してくれてるんですけど、コーヒーもね、こう朝に2人分朝の1杯、それから朝と夜のそれぞれ2杯分が用意されてたりとか、これ栓抜きかで、インスタントをかき混ぜるためのスプーン、ティースプーンとかね、あ、いろいろ至れり尽くせりだ。この横に置いてあるこれは何なんだ、ボディタオルかな。これは材質は石っぽかったから石かなと思ったんですけど、まあそんなことはなく、中はちゃんと空洞になってました。とりあえず大分旅徳のやつをね、専用のアプリを入れたら、こうこのバーコードでスキャンして、なんかチャージできるということで、3000円分をねチャージしてみました。そうするとね、こう現在地から近くのこういうね、チョボが出てきて、使える対象のクーポンが使える施設が表示されるということです。専用のアプリっていうのが、まあ、こういうね、地域ごとに開催されているキャンペーンが、決められてますから、ちゃんとねキャンペーンやってる対象の地域しか表示されないようになってます。マイページ登録して、で地域設定、地域追加っていうのをやりますと、こうやって一覧で出てきましてね、今やってる対象のクーポンの地域だけ出てくると。例えば、まあ、大分県だったら今大分旅得クーポンやってますね。それ以外の場所は宮崎と徳島、大阪、仙台、あと海外もあるのか、長崎、大阪、三重、このこれらの地域で今開催してますんで、それの対象クーポンだけ表示されるということですね。必要なものを選択して、何かもらった紙かなんかのバーコードを読み取れば、これで初めて、その料金がチャージできるという仕組みになっているそうです。フロアをちょうどもう溜まりそうなところか、あっちにもう流れてんだ。そうか、こっち側に溢れないようにしてくれてるっていうのは、ずっとかけ流しておいてもいいわけだよね。何ももったいなくなりますけど、ここはね、もう潤沢に温泉が常に湧いてますから、これを流しっぱなしにしたところで、ね、何ももったいないという感覚にならないわけです。最高の贅沢だよね。どんだけ熱いのか、よう触らないですけど、ちょっとこれで湯もみでも取りますか。こんな感じでね、かけ流しながらじゃ何の意味もないかもしれないけど、やばい、これめちゃくちゃ熱いっすよ。このままじゃ入れないからな、ちょっと一回止めとくか。でもかけ流しで入りたい場合どうしよう。
撮影するしかないかな、やっぱり。いやこんな風呂をね、贅沢に一人で使えるなんていう最高のひととき。もうこれは明晩温泉行かなくていいな、ここでことされるでしょう。あとね、出前の時間がもう迫ってますから、1時間以内ぐらいには来るはずです。18時の予定なんでね。ハワイツさんが走るのか、日光本線に。あ、走ってたんだな。最近行きはあれか、列車通過待ちをするのかな。なんであのパーイチさんの最急行きが3番線に入ったのかなって思ったんですけど、2つの特急列車の通過待ちみたいな状態になってるわけです。静岡とかだったらね、今5時半ですからだいぶ暗くなってるはずなんですけど、さすがはここは九州、まだまだ明るいですね。一応このね、なんか APU っていう行き先のとこに行くバスか、これ大分交通ですけど、これに乗ってそこで乗り換えて行けば十文字丸の展望のところまで行けるということなんでございますね。なんかどんどんあれだな、ゆうゆうの宿泊客多くなってきたっぽいな。ただのコインランドリーの利用者っていう可能性もありますけどね。あ、結構台数止まってるわ。パスワード覚えてるかな。一発で入れられたらいいけど。おお、すごい、覚えてる覚えてる。なんかどんどんと宿泊客が、ここにねチェックインしてきているようでございますけど、なんか九州島内にお住まいの方の、こう車で来ている方の方が多いようでございますね。私のようにこうサンフラワー紅に乗って、行ったここに来た人はどこに宿泊したんでしょうか。湯布院とかに行ったんですかね。それはまあいいとして、この布団3つあるから、これ一応3つ敷けるのか。逆には1人分1名で利用なのにね、こう2人分とか3人分とか使った場合には追加料金いただくって書いてるんで、まあ、1人分しか使いませんけれども、一応ね布団はねこうやってセルフサービスになっております。だから自分で敷かなければいけません。ここにねこの布団敷くスペースを確保しておいてあります。ちょうど頭の位置といいところにこうコンセントありますしね。でこの謎のなんか窓じゃないのに窓みたいなやつがついてるじゃないですか。何のためにあるのかなと思ったら、おそらくね201だか202だかの部屋の人がこの隣に部屋こうやって続いてるんですよね。ここに風呂かな、もしかしたら風呂があるか分かんないけど、まあ結構ちょっと若干物音が聞こえるんですよ。だから隣の部屋があるから、じゃあここにその隣の部屋があるってことを感じさせないために、窓があたかもあるかのようなここを再構して、それをお客さんに不快にさせない工夫がなされているというサービス精神が見られるわけですね。こういうサービスもあるんだっていうのを感動しました。ちょっとね出前が来るまで小腹すいたんで、この大分名物らしい一泊というものを食べたいと思います。一応ねこんな感じでね、あの一泊ってやつは、あんこはやっぱり薄い生地で包んだようなね、一種どら焼きみたいな感じのやつだと思うんですけど、なんかこんな上品な食べ物を食べるときはインスタントのね煎茶、これも入れておりますか。あそこのポットでね今お湯沸かしてるんで入れますけど、
あのお湯ね、温泉で沸かすと陰性になるのかなとか思ったりして、てかそもそもあそこの温泉を汲んできてこの日入れたら、まあ、陰泉茶ができるのかっていうとか思ったりしたんですけど、さすがにねポットにあの温泉入れて沸かすとかやめとこうかな。あの電気ポット壊れても嫌だしね、温泉成分でいろいろ金属が錆びたりしちゃうんで、そこはやめときましたけど。お、なあ出前来たか。あ、ねね、届いたんですけどね、やっぱあれですよ、この鍋ね、祝いセットですわ。あとうわすごいな、旅館の料理だよな。いくら無人のね宿とはいえね、夕食なんてそんな大したもんじゃねえだろ、出前なんだからとかね思うのは早計でございますよ。これを見てご覧なさいというわけです。ちゃんとこのね鍋の説明も今この玄関先でしてもらいましてね、マッチをこのローにつけて、そのままこの、まあ、板をこう先に敷くんですけど、そして 1.7 鍋乗っけたらこう温まるというわけです。あ、旅館の料理を自分で作れるみたいな、ちょっとなんか焼肉的な楽しさが生まれますね。これは出前の方が楽しいかもしれない。でまあちょっと出前届いた時あれなんですけど、ここはまだ途中までしか開けてなかったんで、先に食べちゃって、で温泉に入ってから食べようかな。最初ね、出前が届く前にちゃっと温泉だけ入りたいなと思ったんですけど、あまりにも暑かったしね、でいろいろなんかちょっと動画撮ったりとかしてましたら意外と時間が過ぎちゃって、15時にチェックインしたのに今もう18時だからな、意外と時間がない、もうあっという間に終わっちゃうわこのね楽しいひとときが。時間のこと気にしてたらもう何も楽しめなくなっちゃうんで、とりあえず今目の前の幸せを精一杯噛みしめたいと思いますけど。ところでね、この一泊っていうお菓子はねこんな感じです。なんかどら焼きみたいって言ったけど全然どら焼きみたいではないな、むしろどら焼きよりもこのあんこの比重がめちゃくちゃ大きくて、これ薄いんだな、これな、しかも全然どら焼きっぽくないわ。うん、めちゃくちゃ美味しい。まああんこだしね、こしあんだから、粒あんよりもこしあんが好きだから特に私は好きですね。あとこれ煎茶か、煎茶が沸いたから、煎茶っていうか お湯が沸いたから煎茶入れたいんだけど、入れますよと。温泉の前にはこの煎茶を飲むと、より温泉の効果を堪能できるということで知られております。パックのやつじゃなくてね、このインスタント式なんでこう混ぜ合わせるだけでいいと、スプーンでね、急須にこうお茶パックでいうお茶を沸かすっていうのも旅館らしくていいですけど、こういうのはインスタントでねやってくれるっていうのもまた珍しくて一風変わってて楽しいですね。さあ、それではお待ちかねのお風呂タイムでございます。あのね、鏡に映るところだったな、これちょうどのここで沸かしてたおかげで、いや全然この曇ってたからよかったけど、あ、まだ暑いか、熱っ、めっちゃくちゃ熱いな。これね、いい音だよね。この音はやっぱ銭湯とかこういうね、温泉旅館の温泉って感じ、大浴場の音って感じですよ。あと、かけ湯か。かけ湯をするか。こうやってね、こう、座るところ、冬なんかこう、冷たいと座りづらいですから。しっかりとかけ湯をして。意外とかけ湯するとそんなに、あれだな、空気で、あの、お湯が冷えて、熱くないな。これちょっと一向に冷めないな。先に体洗ってから入るんですけど、暑いしまだまだこの穴開いててね、これちゃんとやれば空気が入り込んで多分これ冷めるんだと思うんですよね。冷めるっつったって水を入れてるわけじゃないんだから相当遅いですけど、冷めるまでこんなのやってらんないよな。やってる間に体冷えちゃうからな。しかし致し方ない、もう水を加水するか。お、あ、俺なんかパー1号か。パー17も走ってるんだかな、確か日本本線は。その音が聞こえてくる。すぐそこにね、日本本線走ってるんで、ソニックが通過するときなんか、ものすごいこう地響きがね、続くんで、楽しいですよ、このホテル。あ、ほら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 。いいね、ソニック。早い早い。7両 ?6 両だったか、今の。白いソニックかな。今日日中はずっと青いソニックばっか、青いソニックっていうか、パパさんばっかだったけど、よし、加水加水、もう加水しますわ。加水したらなんか変な音するな。とてもじゃないけど加水しないと入ってらんねえわ。
時間もあるんで、ちょっと飯もね、早く食わんと、あれ、ずっと置いたままにしておくのも、わけにもいかないんで、早く食べたいんですよね。浴衣を着て、鍋を、火につけ、火を、火に、なんだ、鍋に火をつけて、うまい肉と寿司を、俺は食べるんだ。ああ、なんとか、このままだと入れそうですよ。なんか水入れてんですけどね、水自体が、そんな冷たくない。冬の水じゃないもん、これ。温泉が冷めただけだよな。水道水か。あ、これ一応あれかな。もし温泉を冷ましてくれるんだとしたらめちゃくちゃありがたいけど。どうなんだろう。いや、水道水っぽいけどな。水道水とか、なんかわかんないけど。まあ、なんとか、もう入れるようになりましたね。水とお湯を交互に出し続けて、源泉かけ流し風にして入ると、めちゃくちゃ気分がいいな。熱いお湯が、左側、右側から水道水が入る。ここにね、青色のキャップと赤色のキャップが見えるんで、その排水口から、お湯と水がそれぞれ、左右で出てきて、混ざって、ちょうどいい加減になってますよ。あとは、これで、テレビが流れるって言うんだから、普通の温泉よりも人一倍違いますよ、こっちは。著作権大丈夫かな、やめとこうですよ。とりあえずですね、お風呂上がって浴衣に着替えまして、夕飯の支度をしてまいりました。こちらでございます。いや、豪華だよね。これ鍋があるっていうだけでもう豪華さはね、段違いに上がるんですよ。今から、このマッチを使ってここに、ろうに火をつけて、ご覧の食材を、蒸して、ただこれなんか肉入ってないな、肉なしになったのか。まあいいや、別に肉なしだってね。この大分では地獄蒸しが有名ですから、多分地獄蒸しをイメージしたんじゃないの。地獄蒸しっていうのは、まあでもかぼちゃとか入ってるけどね、それがないけど、てっきり肉入ってるのかと思った。まあいいや、とりあえず鍋があるだけでも格段にこのクオリティは上がるというもんです。やっぱり茶碗蒸し、これも楽しみにしております。ちょっと冷めちゃったからな。あそこの電子レンジで温められるだったらこれで温めましょうか。ちょっと陶器熱くならない程度にね。そのためにあれ用意してくれてるのかな、もしかして。てかさっきここの蓋開けてなかったから、ちょっとこれでございますよって言われてもね、ここ見せろよって感じになったんで、ちょっともう一回やり直しますけど、これでございます。この煎茶はね、まあ、これ含まれてないですけど、オレンジジュースさんの仕出し弁当、多分ね、メニュー表に全く載ってなかったんで、ここね、お肉、あそこに書いてるのは、ここにお肉が入ってたバージョンなんですけど、この入ってないバージョンので、鍋付きのやつは、あのメニュー表になかったんで、多分ね、このゆうゆうの旅館に、専用で作ってくれてる仕出しの弁当なんだと思います。刺身醤油、2つもあんな。1個じゃ足りないか、さすがに。最近、人から、お前マッチつけたことあんのかよって言われたんで、ありますよって答えたんですけどね、どんだけ舐められてんだと思ったんですけど、でもね、確かに私の世代的にね、マッチを使わない傾向にありますから、もう、マッチというよりはチャッカマンだからな。でもね、理科の受験とかでマッチはしょっちゅうつけてましたし、おじいちゃんの家とか行ってもね、マッチはつけるんで、わかるんですよね。全然使い勝手わかります。で、これを今からつけて、こう映すわけですけど、なかなか動画を撮りながらってちょっと危険だからな。いや、危ないからやめとくか。で、こう、釣ったらちょっとすぐにこうして、カメラ持って、こう、脳につけに行く。これで行こう。じゃあやってみます。はい。早速つきました。で、これで、ここにつければいいわけです。あ、もうあと放ればいいか。全部もう放っちゃったら、こうやってね、町の棒ごと燃やせばいいんで、これでつきました。あとはこの鍋が煮上がるのを待つだけ。ここが、くつくつと拭いてこれば、まあいいでしょう。ちなみにね、これ、やらすとかじゃなくて、あれですよ。取り直し一切してない一発撮りですから、その証拠に、この大量にまだ余っているマッチの棒を見てもらえればわかります。マッチの箱もこれ専用のやつなんだな。すごい手が入ってて。さすが高級旅館ってだけはあるな。やっぱこれが旅館の料理っていう感じですよね。それをね、風呂まで貸し切って、この料理も自分専用の部屋で一人で食べて、全く独立してますからね、この部屋。そんな贅沢あっていいのかな。2万円でそれ楽しめるんだったら安いもんですよね。別府ですよ、ここ一流の温泉地の旅館がこんなに安くて、こんな豪華な食事と貸し切りの
源泉かけ流しの温泉を楽しめるなんて。そしてこれが見ればわかる美味しいやつ、寿司でございます。で、九州はね、なんかとろみのついた刺身醤油が多分ね、名産だと思います。1個は使いまして、まあもう1個余ってますけど、なくなったら使おうかな。茶蒸しはね、もうこの火の元に置いとけば多少温まるかなと思いまして、これね、よく考えたらこの陶器にこう金箔貼ってやってね、よろしくないんですよね。なんかあと昨日と今日と鶏天は結構食べたんで、サンフラワーの中でもね、鶏天バイキングで何度も食べましたし、でまたお昼は今日鶏天丼をいただきました。でまた夕食も鶏天をいただくと、まあ、大分はね、鶏天が名物でございますから。鍋そろそろいいかな。あー、いい感じに煮えてますね。彩りがいいもんね。いいこと思いついたんですけどね、温めてるならこうすりゃいいじゃないって話で、最初どう蒸そうかなと思ったんだけど、よくよく考えればこの上にこう重しとし乗しとけばいいわ。なんか普段回転寿司とか100円の寿司ばっか食ってる身としては、だいぶ時間が経ってるはずなのに全然味が劣化してないし、いつまで経ってもなんかいつまで時間経ってもうまいんじゃないかってぐらいうまいなこれ。わさびもね、量もちょうどいいわ。しかももう茶碗蒸し大好きなんですけどね、こんなにうまい茶碗蒸しは生まれて初めてだ。ちょっと片手になっちゃって難しいけど、鍋の具材をこの鶏皿によそいたいと思います。えのきと白菜と油揚げを投入。あ、つみれ入ってる、いいの。 あときのこのね、しめじも入ってるし、いや普段なかなか取れないものいっぱい入れてくれて最高だな。大根もあるわ。大根もね、普段あんま取ってないんですよ。だってこのお玉で、あれだな、これなんか山梨の小作のほうとう食べた時と同じあのお玉だなこれ、多分同じ会社が作ってるのか。でこれで汁を投入するわけです。だん汁って、ね、だしもだしを投入。うまそう。バーン、そんなにね軽い口叩いちゃいけないんですけど、もしね、自分がこういうのを職業にできたらなって、たまに現実逃避をしたくなってしまいます。こういうね、旅行動画とか YouTube に上げるのって相当難しいんですよ。有名なね、旅行の YouTuber とかね、あとね、鉄道乗って、僕も鉄道の動画流してるわけですけど、鉄道動画投稿して稼いでおられる YouTuber の方々なんてね、とんでもない偉業を成し遂げてるわけなんですよ。あれでね、あの飯食っているっていうのは相当な実力のある方々です。私の動画なんてね、所詮ね、100回も再生されないやつありますから、100回以上だったらね、もう万々歳という状態ですから、それでね、私はそれ満足して今趣味程度で上げてるわけなんですけど、勉強のためにねやってみているんです、こういう旅行動画もね。だけどやってみて分かるのは、なかなかこの動画皆さんにこう楽しんでもらおうと思って作るんですけど、結局自分の語り口になっちゃうと、なかなかその視聴者の方に響くような動画が作れてないなって思うことが多いです。そこがね、今の僕の課題なんですよね。のんびり食ってもうそろそろ食べ終わるなと思ったんだけど、いかん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 、そういえば大分名物もう一個買ってたんだった。一泊だけじゃなくて、これだ、これです、これです、カボスハイボール。まあ、これね、あらゆるところにコンビニとかでも売ってたし、これは別府駅のお土産さんで買ったんだけど、あらゆるところにこれが置いてあったんで、じゃあもうちょっとそんなに売ってるなら買ってみるかということで、これをね飲みながらこれ食べたかったんだった。忘れてた、完全にもう食い終わっちゃいますよ。あと残ってるのこの刺身系と、そもそもこれだけだわ。それではこの素晴らしい宿にお礼の意味を込めて乾杯。2回目の入浴も済まして、ぽっかぽかの体で眠りについて、良質な睡眠をとって明日の最終日に備えたいと思います。今日はね、もうこのまま腸流しでちょうどね、いい湯加減に設定することができましたから、その状態で一晩かけ流しさせてもらって、また朝風呂に備えたいと思います。
このね、かけタオルかけたんですけどね、ただ乾かすだけのタオルじゃなくてコンセントがついていますよね、ここに挿すわけです。そうしますとね、ここが電熱線が入っていて温まるんですね。で、乾きが早くなると。いや、ここのね、タオルかけでさえも高級仕様であるということです。欲しいな、これ。冷蔵庫の中身にあった飲み物は50に飲んでいいと。で、丁寧にね、コップまで、ね、こうつけてくれているということですから、ガラスコップね、せっかくだからこれも使っていいかなと思うけど、水は結構なんか良さそうなやつですね。色合いもいいしね。なんかこんなペットボトル2個ももらっちゃって、これでパンは亀川駅前のファミリーマートで買った明日の朝ごはんです。明日ね、大分8時7分発の九州横断特急2号に乗るために朝早く備えなければいけませんし、から朝飯は早めに調達しておくように越したことはございません。まあ特急の中で食べてもいいしね。それからそもそもこの宿のプランに朝食付きプランはございませんから、朝ごはんはどうやったって自分で調達しなければいけません。もう8時7分の大分だから、亀川を7時36分発の普通列車に乗ると決めてあります。まあ6時起きぐらいで朝風呂入りたいならゆっくり支度して出発しますかね。6時起きぐらいでもうそろそろ寝ることにしますか。結構ね、今日サンフラワーであんまり寝れなかったっていうか、もう興奮しっぱなしでね、何回も途中で起きちゃって、で船内散歩したりしてましたから、睡眠時間足りてませんので、ちょっと疲れちゃいました。この時計ね、3分遅いっていうことがちょっとネックなんですね。今直しとくか。直せそうなら直しとこう。この部屋ね、照明に関してリモコンじゃないから、寝る間際にこうボタンを押しに来なきゃいけないですね。で、それを避けるためにどうしようかなと今悩んでいたところなんですけど、ここにあったガラスのこれをね、あっちの布団の方に移動させて、コンセント余ってるとこ一つさせますから、コンセント差し替えて、これを枕元に持って行って、寝る前にここのスイッチで操作して切ればいいと。これをだから常夜灯としましょう。だからこの辺に設置するか。そしたらね、多分いい感じにできますよ。ここも頭元にちょうどスイッチ来るしね。ここにこう刺せばいい。で、前照灯は消します。このドレッサーのところはもうね、あれがつきますんで、これか、これでね、この上のライトバーみたいなのこれがつきますから、問題ありませんよね。とりあえずこれでね、常夜灯の設備は自分で整えられたということになります。そのためにね、あそこのドレッサーのところに置いてあったんだろうな。だってそもそもドレッサーのところの照明はあれでこれ足りるんだから、あそこに置く必要もなかったんだけど、まあ、それがこれ移動式のやつって、どこの枕元にでも持ってこれるとなれば、そう話は早いですね。こうやって使うんだということはもう最初から決まっていたわけです。あと、それからね、最後にですね、洗面所の歯磨きするときにちょっとね、いろいろアメニティがまだないあるんじゃないかと思って下覗いてみたらね、案の定あったんですね。このリセッシュ、これ最初ね、ないんだなと思ってたらちゃんとねありました。なんかおかしいと思ったんだけど、こういうホテルってね、結構意外とこういう設備が充実してるみたいだけど、嬉しいんですよ。結構ね、歩き回るとやっぱ靴とか汗で蒸れるじゃないですか。で、ちょっとリセッシュしたいなって、自前でなかなか持ってこないですから、あると助かるんですよね。まあそんなところで、今日は、本日はこれで就寝して、また明日最終日静岡に帰る予定をお届けすることになるかと思います。もうね、ほぼ一日移動になります。今日はね、一日中観光だったのに対して明日は一日中移動と、またなんか極端な旅行になりそうだけど、前とそれが私の動画のチャンネルのお決まりのパターンでございますから、どうぞそちらもお楽しみください。おはようございます。翌朝になりまして、もう7時20分ぐらいには出発したいところです。余裕を持って起きられましたね。この部屋やっぱ日が入らないっていうのはちょっとネックでございますね。日が入ってくれると目覚めもいいんですけど、もう分からないから、日が入らないから、もう朝なのかな、自分で起きるしかないと、そういう感じです。ちょっと不思議な感じですよね、日が入らないと。逆にまあでもそれはあれか、サンフラワーでも一緒だったから、そんなに関係ないですかね。また朝風呂に入るわけです。かけ流しにしといて、窓が開けてたから、ちょうどいい具合に下げてくれてるわ。だからすぐ入れる。いいね。
3回目の入浴です。湯が冷めてもここで調節すればこうひねり出せなくていいんで、自分でね温泉を追加投入できるっていうのがまたこれは素晴らしいことです。温泉ですからね。よし、そしたらもうこれとおさらばだな。九州ともこれでおさらばでございます。いや、よかったね本当に。もうまた入りたいですけど、練習の時間がねちょっと迫ってますんで早く行かないと。もうすっかり日が昇ってるけど、まだ7時台でもちょっと朝焼けが残ってるんだな。やっぱ九州の特有の景色って感じです。亀川駅まではね、もうそこすぐそこにあるんで、徒歩3分だから、列車の発車前10分だったら余裕で行けますわね。まあ、私が泊まったのは岩風呂の方ですけど、ヒノキ風呂の方はね、確か5部屋ぐらいはあるんですよね。ここで朝出たら別府の街並みも見えるの、雪もにも立ってるの見えるのが旅行してるって感じだ。大分交通、朝から走ってますね。まあ、亀川駅からちょうど出てきたところ。僕はね、これから大分駅までは普通列車で行くんですけど、朝、亀川駅始発の普通列車があって、それが大分駅なんですよ。今から乗るのそれで、なんですよね。だから、全区間乗車になります。お、亀川に泊まる朝の特急ソニック、パーパーさんありますね。ソニックは、結構停車駅の少ない列車で、キツキとかまで、別府列車は止まらないような特急列車なんですけど、昨日もね夕方とか止まるやつありましたけど、一部は、こうやっていろんな駅に止まっていくソニックっていうのもあります。名前はねもう音速という意味の超速い特急列車ですけど、停車駅の多いやつもあります。だからといってねスピードが遅いわけではなく、駅間はね爆速しておりますから。亀川駅に京城駅さはだいぶ綺麗ですよね。柴崎温泉もね、意外と昨日バスで調べたら170円で10分か20分ぐらいでもう行けちゃうっていうことなんで、そんなに近いんだってね思いまして、あんな山の上にあるのにねバスだったら本当便利ですよ。あとこのエレベーターの放送聞いてください。あ、方向押しなかったわ。本日は JR 九州をご利用いただきましてありがとうございます。そうそうそう、これね、あ、九州の特急に乗った時の音声みたいだ。もうね、亀川始発大分駅が止まってるはずです。さっき見た感じ赤色のパー15だったな。あれだ、あれで終点まで乗ります。で、始発で日曜日の朝だし、人も全然乗ってないだろう。大分まで行けばよかったんだ。これで大分まで行ってみてもよかったかな。せっかく亀川から乗れるんだったら、そうすればよかったか。記念乗車にね。まあでもいいや、普通列車もこの亀川始発大分駅ってちょうど乗れるから。列車が到着します。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。